ほら、座りなさい。明日が試験最終日でしょ。勉強、見てあげるから。テストで100点が取れたらご褒美をあげるから。じゃあ一緒にお風呂入るって我慢する。アウトよそれ。なら、こないだできなかった鎌倉デートをするっていうのは。いいけど、本当にそれでいいの？舞さんはもっと過激なやつをご所望か。そんなこと言ってない。目が覚めるな。こっちは受け負うって意味で、こっちは守るっていうような意味。ということは、舞さんの幸せな未来は僕が保証しますはこっちで、二人の将来には充実した保証があるはこっちってこと。勝手に問題文を変えないの。